はい、こちら、博麗統合環境制御株式会社、社長の霊夢です。オーナーのマリサだぜ。前回に引き続き、I2さんと、この世界を探訪していきますよ。新人の皆様方、整いましたか？ああ、筋トレパートは完了だ。先輩たちと合流して、次は装備を整えようじゃないか。はい、モングレルへの道のりも、すっかり慣れてしまいましたね。ここで一つ、悲しいお知らせがある。アイスの当たり棒でもなくしましたか？それは悲しいけど違う。では？うむ、プリオが失踪した。なんと、前回、オーナーに変なニックネームをつけられたからですね。つけろって言ったの社長だよね。いやさ、新人たちの装備資金を貯めるべく、モングレルでスクラッパーをやっていたんだけど、目を離しているうちに、いつの間にかいなくなっていた。そういう状況をなんていうか知ってますよ。何？監督不行き届き。全くその通りで弁明のしようもない。まあ、そんなわけで、一人減って7人増えたので、ウーピーも含め、計20人でやっていこう。プリオさんは、どこか暖かい場所で、幸せな人生を送っているといいですね。まったくだな。失踪場所が失踪場所なだけに、想像がちょっとあれだが、なるべく幸せな人生だといいよな。なんとなく責任感じちゃうし。そうでしょうね。新人さんたちが襲撃されております。フォグマンって足早いよな。新人たちの足じゃ逃げ切れないか。プリオさんのようになっちゃう。プリオの話はやめて。ベテラン連中、迎撃せよ。先輩たちが助けに来てくれましたよ。今のうちに、町へ逃げ込んでください。うちの大事なメンバーを傷つけることは許さん。少なくとも準備が整わない間は。準備が整ったら存分にどうぞ。もう終わった。フォグマン程度なら、もはやキャタピラー相手にしているようなもんだしな。スライムじゃないんですね。よく来た新兵。これから身なりを整え、諸君らにも前線に立ってもらう。皆様、奴隷だった時代を忘れず、その経験を生かして活動されてください。早速名前をつけるぜ、と思ったのに。モングレルの忍びたちがいなくなっている。なんと、名前を変えてくれる、整形外科屋さんもいないですね。どこ行っちゃったのかな？プリオと一緒に失踪した？これは事件の匂いがするな。オーナー、おう。アドマグで帰ればいいや。あ、捜査とかしないんですね。フォグアイランドで失踪したものの末路なんて、大体決まってるしな。それにほら、そろそろフォグマンの顔を見るのも飽きてきたじゃん。それはそうですけどね。では、新人紹介といこうか。お願いします。まずはシェクのナタリー。亡き師匠の後を継いで掃除屋になろうとするが、なぜかよくわからないおっさんに怒られる。理不尽な。その後は惑星国家の元首になったり、水曜日に再婚相手の懐かない連れ子をお迎えに行って嫌がられたりする。なんだか大変そうですね。キャメロン、アーノルドをロボットにしたり、プリオを沈めたりする。方ではなく、顔が緑の怪しい男に好かれたり、キャッツアイチックな探偵をしていたりする。隠密が得意そうですね。フットボールチームのオーナーをやっていたりもするから、経営方面でも期待だ。アンジェリーナ、以前は、とってもポリポリした探検家をやっていたが、その後、結婚してスパイに転身。実は、旦那もスパイだったと分かって一腹なる。アーノルドさんも似たような経験があるとおっしゃっていました。あっちはアーノルドが秘密にしてたんだけどな。さておき、いろいろあって嫌になったのか、最近は黒ずくめの魔女に転職したっぽい。強く生きていってください。トム、メグの彼氏の同僚だ。縁故採用でしょうか。いい歳なのだが、ビーチバレーとかで、なぜか筋肉を見せたがる。衰えていないことを証明したいのかな？一方、障害のあるお兄ちゃんを使って人儲けしようとしたり、吸血鬼になってみたり、やや素行に欠ける面もあるな。吸血鬼は素行の問題ですか？ジョニー、夢の怪人に追われたり、指がハサミになったり、海賊になったりする。ちょっと情報量が多いですね。波乱万丈な人生ではあるんだが、昨今は、再婚した妻がとんでもない感じで、泥沼の訴訟バトルを繰り広げ、海賊活動の存続すらできないという、なんかかわいそうな状況になっている。夫婦でお店でも経営したらいかがでしょうか？床屋とかミートパイ屋とかな。キアヌ、ハイスクールの時に、タイムスリップして歴史の偉人たちと出会う経験をする。それはすごい。しかし、就職先は、脳内の記憶装置を使った情報の運び屋だった。ブラックの匂いがしますよ。悪魔払い屋などもやってみたりもしたようだ。私生活では、なかなか辛い経験をしているので、ぜひとも今後も応援していきたいところだな。頑張ってくださいね。紹介終わり。では、一挙書き込んでみようか。どちらへ？いつぞやあいつを追いかけ回してくれた、シェクの中の過激派集団、クラル戦士団だ。過激なシェクさんたちって、書き込み相手としては無謀では？そんなことはないぞ。ベテランたちは育ってきているし、新人たちも加わって数がいる。今ならいける。
気がする。確信が弱い。ちゃんと戦えてますね。よしよし、特にあいつは強くなったよな。それはもう、ずっと戦い続けてますから、片腕で砂漠に佇んでいた時とは違うのです。皆を束ねる、実力あるリーダーだ。最近ちょっと影が薄いですけどね。名前をロバートとかにすりゃよかったか。当たり一面血の海ですね。敵のな、気絶するやつも出てきたが、全体的にはこっちが押している。素晴らしい。フォグマンさんの相手ばかりしていたから、どのぐらいの実力があるのかわかっていませんでした。これはもう、ホーリーネーションに勝ち込んでもいけんじゃね。また無謀なことを。クラル戦士団さんたちとは、規模と組織力が桁違いですよ。まあね。制圧完了。どこぞの商人たちが乗り込んできて占領してしまった。この世界の商人さんたちは抜け目ないですね。戦力もあるし、好きあらば商売の拠点を作ろうとするよな。見習いたい。我々は、クラル戦士団の狩猟さえ月収できればそれでいい。どちら様？フライングブルと呼ばれるやつで、シェク王国から懸賞金がかかっている。おいくらでしょうか？3万だったかな？なんだ、I2さんなんて、ホーリーネーションさんから5万の懸賞金をかけられてますよ。強制労働所を壊滅させちゃったもんね。毎度、お届け物です。賞金首の牛さんです。ちょっと色つけてもらえません？え、無理？取れたてなんですけど。鮮度で値段が変わるのも嫌だな。ピチピチの方が価値があるように思いますが、狩る側としては、デッドオアライブの方がよくね。まあ確かに。さて、ここからは、より良い狩猟の場所を求めて、世界を徘徊してみよう。探訪と言ってください。I2さんたちの最終目的って何でしたっけ？奴隷解放運動してるんだから、すべての奴隷施設の破壊かな？また都市連合さんと喧嘩する事態も含みます？おうよ。せっかく砂漠地帯を安全に歩けるようになったんですけどね。そりゃそうだけどさ、目的より活動しやすさを優先させちゃったら、本末転倒じゃん。わかりました。ホーリーネーションさんとは、すでに超仲が悪くなっているので、シェフさんとは仲良くしましょうね。そうしよう。さすがに全勢力と喧嘩するほど無謀じゃないさ。シェフは奴隷性もないしな。フラット資金呼ばわりする程度ですもんね。で、さっきから何してるんです？ちょろっと格闘を鍛えてみようと思ってさ。銃武器を使うためには、器用さが大事だし。だからクラル戦士団さんの残党を囲んで、袋叩きにしているんですね。うむ、真面目にやるなら、うちの拠点に薬種誘拐して、檻に閉じ込め、たまにスパーリングの相手をさせるのがいいかな。真面目の定義とは？そして、すでにこだわりすぎるとこんな感じになる。壊滅。武器を使うと簡単に勝てるんだけどさ、格闘だと、全く歯が立たないな。道具って偉大ですね。これを繰り返していれば強くはなるのだが、あまり楽しくはない。でしょうね。そして、キアヌも義足仲間と会いなった。いらっしゃいませ。サンドラさん、シルベスターさんを合わせて、計4名が義士となりましたね。総勢20名だから、20% が義士持ちだ。なかなかな割合だな。師匠からして義士スタートですから、一種のステータスなのではないでしょうか。本当にステータス強化されたりするしね。はい、オッケー。じゃあ、また狩猟に戻ろうか。このためだけにモンブレルにやってきたのでした。もう我らが庭みたいな感じですね。フォグマンも脅威じゃないしな。おや、この人たちは、ホーリーネーションのパトロールだ。どうせ鍛えるなら、がっつりとこちらに敵意を持ってる奴を相手にした方がいいと思ってさ。それはそうかもしれませんが、下手したら豚箱行きですよ。都市連合の時の懲役はどのぐらいだったっけ？懸賞1万5000のシルベスターさんで200日。I2 さんは3倍以上なので、2年ぐらい？出所する頃には、スマホとかで回ってそうだな。まあ、リスクはあったとしても、ここいらでしっかりと強くなっておかないとさ、新しいことが何にもできない。それは確かに。では、次回までに強くなっておいてください。でもまあ、強さの指標としてはちょうどいいか。この、高位のパラディンがなかなか倒せなくてな。左の、ヘルメットっぽい兜の人ですね。そうそう。こいつが倒せるようになれば、また一つ強さの階段を登ったことになる。それを目標に、一つ頑張っていこうじゃないか。はい。では、今回はこんなところでしょうか。繰り返しますが、次までに強くなっていてくださいね。頑張ります。それでは、引き続き、我が社をよろしくお願いしますよ。ご視聴、ありがとうございました。あと、投稿ペースは落とさないでください。鬼だな、社長。投稿数を増やしてくれてもいいんですよ。さあせん。ちょっとだけでも面白いと思ったら、チャンネル登録よろしくだぜ。